はい、こんにちは、のりさんです。今日もご視聴いただきありがとうございます。さてさて、今日は何の話かと言いますと、またちょっと精神世界についての質問をいただいておりますので、質問にお答えする形で、まあ、いろいろ話してみようかなと思います。はい、ではいきます。自分でも何なのかよくわからないんですけど、世界が自分の味方次第というのと、皆が一つの部分であるということが矛盾ではないかという疑問です。矛盾ではないとわかっているんですけど、一人一人がバラバラに認識しているということが悲しいようなおかしいような点々点。もちろん見も知らぬ他人が世界をどう見ていようが私には関係ないけど、親しくしている大切な人が体験を共有しながらも全く異なった認識域は記憶を持っているって何か悲しい、それさえも受け入れて気にしないってことなんでしょうか。私はあなた、あなたは私ってどこまでどこまでもという質問ですね。はい、ありがとうございます。まあそうですね、こうやって思ってしまうのはまあ気持ちはわかりますよ。でもね、やっぱりその私のも感覚の根底にあるのは、どうやってももう自分の認識次第、外に見えている世界っていうのは本当もう自分で作っているなんてよく表現が使われますけども、なんだろうな、まあただまあそれが起きているのをまあ見ているっていうだけなんですよね。でもちろんその今こうやって私話してます、話してるってことはまあ言葉を使ってるんですね。で、言葉を使ってるってことは思考を使ってるんですよ。だからこう思考を使って話している今この状態っていうのは、私が一人で今喋ってるんですけども、まあでも目の前にこの皆さんがいるとするじゃないですか。その私と皆さんっていうのを分離の前提で話をしているわけなんですよね。だからこうやって話をしているって時は、もちろんそのね、まあ親しい間柄の人であっても、もうやっぱ意識は分離してるんですよ。で、それを特にね、親しくしている大切な人、どこまでその体験とかを共有しながら、気持ちとかを共有しながら近づいていけるか。スピっぽく言うと、その分離しているものを統合に向かわせることができるかっていう、まあ、そんなゲームをしているのが人生だと思うんですよね。だから、わざわざ分離をしているんですよね。わざわざ自分と他人がいるこの主体と客体という二極性を発生させることによって、本当、ただ楽しんでいる。辛いことも悲しいことも、恐れや不安が湧いてきたとしても、絶望や反対に希望があったとしても、それもただ楽しんでいるんですよ。だからまあ、この世は遊園地だとかさ、この世はゲームだとかさ、まあいろんな例えで表現をすることができるんですけども、まあ実際そんな感じなんですよね。どう考えてもやっぱそうなんですよ。で、その上でやっぱりね、大切な人がいるんだったら、やっぱりそれは出会うべきして出会ってるわけですから、前の動画でも話しましたけども、本当にね、この、もう、誰がいつ出会うかとかなんかさ、もう全部決まってるっちゃもう決まってるんですよ。で、そういう相手を、まあ、便宜上なんかソウルメイトとかさ、その後付けの解釈でツインデーとかみんな言ったりするんですけども、でもそれもちょっとやっぱり、その全体の視点から見ると、本当はまあそういうものがあるわけではないんですよね。みんな同じでみんな一つってのが、やっぱり圧倒的な事実だと思うから。で、よくその、さ、男は女心がわからないとかさ、逆に女は男心がわかんないとかみんな言うでしょ。で、そんなもんはわかんなくて当たり前なんです。私も未だに女心って全くわかんないですもんね。
でもそんなもんだと思うんですよ。この二極の世界ではやっぱり最大の分離ってのがね、この最大の面白い分離っていうのはなんかやっぱりその男と女というこのね、性別の分離だと思うんですよね。体の作りから思考パターンまで全然違うわけじゃないですか、あの男性と女性っていうのは、うん、でその最大の分離の上でいかにその相手を受け入れてあげるかっていうことをわざわざやってるんですよね、うん、でそれには大切なことがあって、やっぱりどこまで許せるかだと思うんですよ、うん、許しというのはまあ承認であって、まあ、相手を認めてあげることなんですよね。でほとんどの方というのはやっぱり特に日本人なんかは自己肯定感が低い方が多いって言われてますけども、本当そうで、まあ私もやっぱり幼少期の頃とか本当に自分にはもう1ミリの価値もないなとかずっと思ってたことがあるんですよ。まあ今はもちろんそんなことないですけどね、うん、だからそのみんな何を欲しがっているのかっていうと、もっと自分を認めてほしいし、うん、本当はもっとありのままの自分を分かってほしいし、でやっぱり大切な人から愛されたいっていう思いが誰にでもあると思うんですよね、うん、だからお互いに許し合いをして相手を認めてあげる、うん、それがどれだけできるかっていうことなんですよ。でその上でまあいろんな認識というものが、まあ、あの一人一人の、あの頭の中に浮かび上がってくるんですけども、その頭開けてさ相手が何考えてるのかっていうのはその測りようがないんですよね、うん、基準がないから、前も言ったそのクオリアってものもあるし、だからもう別々の世界を見てるんですよ。同じ世界を見ているようでもみんなやっぱり違うんですよね。でもちろんあの二人でなんかね映画を見たりして、ホラー映画見たら二人揃って、あ怖いな、怖かったねっていう感情は出てくるんですけども、その怖かったねっていうその怖さのボリュームというかさ、量ってどうやっても数値化できないじゃないですか。データ化できないと思うんですよ。だから比べようがないし、うん、同じ映画を見ていてもどんな感想を持って、うん、どういう気持ちになったかっていうのは、あのもう本当バラバラなんですよ。でそういうもんなんですよ、うん、だからよくさ、あのまあ女の子なんかだとね、あの女子会で何時間とかでもずっと喋ったりしてるんですけども、やっぱりその女性の方が、なんだろうな、まあもともとその分離感が薄いというか、まあ許しというものをもう性質的に大切にするんでしょうね。その表れとして、あの、お互いに話をこのし合って、で、共感し合うっていうことを、まあ本能的にやってるんじゃないのかなと思うんですよ。うん。で、もう一個いきますね。のりさん、いつもありがとうございます。のりさんがお話しされているように、実は自分も精神世界のことを意識し始めた 4,5 年前を境に、超苦手、超ストレス、超嫌いの自分の中の3超が徐々に減っていき、働いている職場も変わり、嫌いな人が周りに全くいない状況になりました。あ、これ素晴らしいですね。いいじゃないですか。うん、私もね本当そんな感じなんですよね。まあ私の場合は 4,5 年前というか、まあもっと前かな、うん、本当なんか人生が変わる、なんていうんだろう、フェーズが変わり始めたっていうのをすごい感じましたし、ほんで今年に入ってからも、あ、またなんかちょっと自分の中で大きく変わったなっていう話もね、あの、あ、そう、この間あのちょうど日曜日にね、あのメンバーの方でライブ配信でまあ話したんですけども、本当なんかね自分のバージョンアップが起きたなっていうのはよーくわかることがあったんですよ。うん、そうで続きますね。そういう中、YouTube で見て、いろんな動画を見ていると、エンタメ動画などで人が人を叱責あるいは罵倒しているシーンのあるものをちょこちょこ見かけます。過去の自分の日常では、そういう場面を自分自身が怒られる側としての
経験をすることもよくありました。ああ、そうなんだ。これもあれだよね。さっき話したその一人一人認識が違う。まあ一人一宇宙の話なんですけども、同じ動画を見ていても、ただ、ああ、面白いなって見ている人もいれば、まあこの方のようになんか自分が怒られてるんじゃないかっていう、そういうね、ちょっと被害者意識的なものを感じてしまうね、方もいらっしゃるんですよね。うん、続きますね。もともと他人事ならついつい興味本位で見てしまう癖があるのですが、そういう動画や場面を見て自分の潜在意識にすり込むことももう控えた方がいいのかなと思ったりもします。せっかく自分の世界が綺麗になったのに、また鏡の法則で日常に酸腸が入ってきて汚れるのは嫌だなと思ってます。ネガティブなニュースを見ない方がいいのと同じで、刺激性のあるエンタメ動画や、場面もあまり見ない方がいいんでしょうか。鏡の法則や潜在意識に対する理解度も含めて、自分の考えってどうなんだろうと思い、お時間に余裕がありましたら、教えていただけたらいいなとコメントさせていただきました。また動画楽しみにしてますということですね。はいはい、ありがとうございます。うん、よくさ、陰謀論なんかだとさ、もうこの世界ってのは、なんつうんだろう、要は人類をコントロールしてるみたいな、そういう話あるじゃないですか。で、それってのは確かにそういう側面は、あるんですよ。やっぱりね、私なんかその広告業界というかこのマーケティングの仕事をしているからすごくわかるんですけど、マーケティングっていうのはやっぱりその人の不安であったり不足感であったり、このままではダメだというそういう気持ちに訴えかけようとしますし、でそこにまあ大量な広告費を使ってまあ広告を打ったりもするんですよね。でまあニュースとかも要はあれ広告なんですよ、ニュースっていうのもね、うん、情報広告であって、でまあニュース報道なんてね、まあ皆さんご存知の通り、西側と東側でまあ言ってることってバラバラじゃないですか。で、日本の場合はまあ主に西側のニュース報道を採用して、で、今歴史がどう動いているのか、どこどこが戦争をやってるのは、どちらが悪いですよね、とかね。なんかそう、片方の国を悪者に仕立て上げるようなニュース報道をして、ね、ヤフーニュースのコメント欄とか見てると、本当もう笑えてくるんですけども、あれ完全にもう、マーケティングというか広告ですし、で、ほとんどの人がそこになんかもう完全に騙されちゃってさ、ねえ、なんなんだろうね。面白くてしょうがないんだけどさ。うん。だから、こうやってまあ私みたいにある意味ちょっと世の中このなんか斜め上から見るというか、ちょっとバカにした感じで見るって言っちゃ、まあ口が悪いんですけども、まあ私の場合は本当もう情報に飲まれなくなったんですね。うん。まあでもさすがにニュース番組とかでその悲惨な映像とかをずっと一日中見てたら多分そっちに心引っ張られるとは思うんですけども、まあそもそもニュースとか全然興味ないし見ないから、まずそういうのがないし、でまあエンタメとかでもさ、なんだろうな、その人が人を罵倒しているシーン、でもそれを選んで YouTube で選んで見ているのは誰ですかっていうことですよね。うん。まあ一応自分の感じ方としては私が選んで見ているってことでしょ。うん。だからまあ本当はまあもちろんね、その自分で選んでないし自由意志というのはまあ一切ないんですけども、まあそこはちょっと置いといて、でも一応自分で選んで見てるわけじゃないですか。ね。うん。だから自分で好きで見てるんでしょって言ってしまえば、ただそれだけなんですよ。で、それだけなんですよ。うん。で、それをついつい見ちゃうんですよね。うん。こんな話聞いたことないかな。ツイッター、今だと X ですけど、あれって、このスマホでピュって上にスクロールすると、なんか、次の、そのタイムラインに次の項目が表示されるのに、わずかにタイムラグがあるそうなんですよね。で、あのタイムラグってのは何かっていうと、あれもね、やっぱ、徹底的に研究し尽くされていて、その次の投稿がスマホに表示されるそのタイムラグ、ちょっと 0. 何秒か忘れたんですけど、その本当はもう瞬間的にバッて全部出せるらしいんですけど、わざとちょっとタイムラグを作って遅く表示してるらしいんですよ。で、それはなんでかっていうと、そうする方が人がもう本能的に次の投稿を見たい、次の投稿を見たいっていう。要はね、この SNS に沼らせる、
そういうものがもう自分では無意識下のうちにそういう反射反応が起きて、でずっとダラダラとスマホを見てしまうっていう、うん、そういう仕組みが意図的に設計されてそのように作られてるんですよ。でこれ何に似てるかっていうとね、なんかねスロットあるでしょ。まあ私パチンコとかスロットとかやんないからあんまよくわかんないんですけど、そのスロットとかそのパチンコのなんかその当たりが表示されるのもなんていうんだろう、そのやっぱちょっと待ち時間があるんだよね。スロットってぐるぐるって回って、そのぐるぐるパングルグルパンって順番に出てくるんですけど、やっぱその待ち時間の何とも言えないドキドキ感というか、まあアドレナリン的興奮というか、そこに人はハマりやすいんですね。これはもう人間が持っているもう本能的なものであって、そういう風になってるんですよ。でそこにうまくバチンってその本能がハマっちゃう方はまあパチンコ依存症になったりとか、まあするわけなんですよね。うん。だからね、そのニュースにしても、まあネットにしても、そのプラットフォームがもうそういうふうに上手にその人の興味関心をそそるように設計されてるんですよね。で、そこに広告を売って、まあ広告収入で、まあ儲ける人がいるねっていう話だけであって、うん、そういう仕組みになってるんですよ。で、なんかね、これ全体の仕組みが分かると何見せられてもさ、なんか全部茶番だよねっていうか、なんだろう、全部これ物語だよね。ただの映画だよね、演出だよね、みたいな感じでも見ちゃうんですよ、うん。ある意味ちょっとなんかバカにした感じというか、もうちょっと上から視座を高めて見てるような感じ。だからそのホラー映画とか私子供の頃とか昔とかむちゃくちゃ怖くて見れなかったんですけど、多分ね、まあ今平気だと思うんですね。もうだってただの映画でしょっていう、もうその前提で見ちゃうから、それがやっぱ没入しなくなるっていうことの表れだと思うんですよ。で、この方で言われるように、その、要は自分も今影響を受けてるな、あ、なんか、ネットの動画とかに影響を受けて心乱されてるなっていう自覚があるんだったら、多分見ない方がいいと思いますよ。うん。で、そういうのがもう気にならないっていう方だったら、まあ全然見て楽しめばいいと思うんですけども、でももちろんね、そういう、YouTube 動画とかも、その、なんだろう、同じような動画を何回も何回も見ていくと、その情報がもうどん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 この脳に上書き保存、上書き保存、上書き保存と繰り返されるんですね。で、それが次第にもう潜在意識の中にも入り込んでいて、で、自分では全く無意識のうちに自分の思考パターンが変わってくるっていうことがやっぱ起きるんですよ。で、これを自分の人生にプラスになる風に使うのが、いわゆる自己啓発というテクニックなんですよね。うん、まあそれを脳の書き換えっていう風に言ってもいいと思うんですけども、一応まあそういう方、仕組みになってるんですよ。まああとはね、なんだろう、ああいうね、そのアダルトコンテンツとかね、ああいうのもね、やっぱそういうのが有害だっていう、話も陰謀論とかであるんですけど、だからさ、よくエンターテインメントとかだと、例えばディズニーの映画とか、うん、まあそういうもので、なんかその映画のポスターのイラストが、まあパッと見ると普通にミッキーマウスなんだけど、なんか見方を変えたり、ちょっと違う角度から見ると、なんかその性的な描写が、なんかサブリミナル的にうまく隠されているみたいな、そういう陰謀論ネタ、まあ皆さんも知ってると思うんですけども、要はああいうことが、まあ普通にやられてるわけなんですよね。で、そういうのも、やっぱじわ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 、潜在意識の中に入ってきてると思うんですよ。で、なんだろうな、アダルトコンテンツが悪いんじゃなくて、そういうものをね、過剰に見るってことは、何がいけないのかっていうと、要は、感覚に対して鈍感になるんですよね。どん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 その慣れてっちゃうんですよ。で、映画にしても、まあ、例えば、昔のホラー映画より今のホラー映画の方が怖いと思うし、例えば宇宙人映画でもさ、なんだろう、インディペンデンスデーってあるでしょ？で、インディペンデンスデーの1の時はなんか
径20キロか30キロのでっかい UFO が出てきて、で、それが2になったら、なんかね、地球の直径と同じぐらいのもっとでかい UFO が出てきてて、こうどん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 でかくなるんですよね。だから、ああいうのも、ちゃんと設計されていて、1でこんだけ大きい UFO を出したって、で、みんなをびっくりさせたぞって。で、まあ一応映画成功したわけじゃないですか。インディペンデンスデー。で、インディペンデンスデー2では、じゃあこう2でもこの1の興行成績を超えなきゃいけないっていう、そういうやっぱ目標があるんで、じゃあもっと UFO をでかくしようかって、ことになるわけじゃないですか。もっと過激。で、アクション映画とかってわかりやすいですよね。どんどん過激になっていくし、で、CG もどんどんハイスピードで派手になってきますし、で、それっていうのはやっぱり、要は、コンテンツ、その過激なコンテンツにどん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 慣れていっちゃって、感覚が鈍ってるから、で、もっと過激に、もっと過激にって、どん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 やっていくんですよ。で、それの何がいけないのかっていうと、やっぱ感覚的な部分、直感的な部分がどんどん鈍くなっていくと思うんですよね。で、それはつまり、意識の話をすると、まあ、どんどん眠りの方向に行ってしまう。自我を肥大化させる方向に行ってしまう。ということにもなり得ると思うんですよね。だから、まあ、その陰謀論で言われてることも、あながち嘘ではない。ってことが言えると思うんですよ。はい。まあね、自分が影響されるっていう、影響されているっていう自覚があるなら、見ない方がいいですかね。はい。じゃあね、今日はもう一個ちょっと質問いきますね。今回のお話はブロック宇宙論ってやつですかね。ブルース・リーが好きなノリさんに質問なんですが、当時映画の撮影時にブルース・リーの動きが早すぎてカメラがついていくことができなかったというエピソードがあるみたいですが、ブルース・リーの動きはプランク時間を超越していたのでしょうか。もう一つ質問があります。非二元の世界から見た例などないのは理解できますが、セイカンさんが言っていた実験では人間は死亡すると 25g 軽くなることについてノリさんの今のお考えが聞きたいです。ノリさんと僕が大好きな小林セイカンさんとブルース・リーは真理を知っていたのでしょうね。この動画を、話題、さらに精神世界を探求を深めているノリさんの今のお考えが知りたいですということですね。はい、ありがとうございます。そのプランク時間っていうのはね、そういうことじゃなくて、あれはまあ物理の話だなんですよ。だから、10⁴440秒だったかな。ちょっと違ってたらすいません。むちゃくちゃ短い時間なんですよね。要は計測できる限界の短い時間なのか、もしくはもうその分子の振動数、その素粒子の振動数のもう、それがもう最低の時間なのか。それはまあ私もそこまで物理勉強してるわけじゃないか、詳しくは知らないんですけど、そのブルース・リーがその撮影の時に、要は動きが早すぎてカメラがついていけなかったから、だから、ちょっとわざとゆっくり動いてたんですよね、ブルース・リーっていうのは。その逸話まあ有名ですよ。で、あれっていうのはただ単にフィルムのコマの送り、の話であって、その、今だと、なんだろう、フレームレートいくつなのかな？多分その1秒間に30何コマとか、まあ多い場合だと60コマとか、まあそういうレート、フレームレートで動いてるんじゃないのかなと思うんですよ。まあちょっと私もそこまで詳しくないんで知らないんですけど。で、仮にその1秒間に30コマのフィルムがあるとしても、それって30分の1秒ですよ。だからプランク時間とかも全然もう、ものすごい差があるんで、そういうことではないんですよ。で、もう一個、その人間は死ぬと 25g 軽くなるって話。これはその 25g ってのが魂の重さなんじゃないのかって、まあこれも有名な話なんですけども、これはね、1901年だったかな。ダンカン・マクドーガルさんっていう、まあ、お医者さんが、まあ、研究発表したものなんですけども、で、その頃ってのは、ちょうどシルバーバーチとかのスピリチュアリズムが流行ってた頃だと思うんですけども、で、そのシルバーバーチの要はスピリチュアリズムってものが、要は肉体の中に魂が入っているねっていう一つの概念を
立ち上げたんですよ。そういう概念を立てたっていうだけであって、でもこれはメンバーの方でよく話してるんですけど、それはねやっぱ違うと思うんですよ。うん、そうじゃなくて、まあ、あえて魂っていう言葉を使うんだったら、魂しかないんですよ。魂の中に私という感覚が浮かび上がってるみたいなね。うん、そういうで言い方もできると思うんですよ。全体の中に私という感覚が浮かび上がっているっていうことであって、うん、その自分の体の中に本体である私が入っている。それが前世の記憶を持っているとか、まあそのように考えると分かりやすいよねっていうだけであって、それはまあ一つの例え話でしかないと思うんですね。本当はそういうことじゃないと私は思ってます。だからね、25g 軽くなる、うん、なんか計測誤差とかさ、あとなんだろう、水分が蒸発したとかさ、うん、まあいろんなことあると思うんですけども、まあなんかそういうくだらないことなんじゃないですか。だって100年以上も前の話ですよ、それって。うん、だから全然気にしてないというか、まあ間違いなんでしょうね。うん。で、まあ、あとは、この動画を話題、さらに精神世界探求を深めているのりさんの今のお考えが知りたい。まあ、精神世界の探求を深めているのは、もう完全に趣味ですね。うん、趣味でやってるだけです。なんだろう、本当楽しみですよね。まあ、昔からね、このスピリチュアルとか、オカルトとか、宇宙人の話とかは、まあ、好きなんですよ。都市伝説とか、陰謀論とかもね。まあ、割と好きなんですけども、それをまあ、本当ガーって探求し始めたのはまだ本当ここ数年なんですけども、でもなんかもうね、ちょっとこう生意気に聞こえたら申し訳ないんですけども、自分の中でも完全に分かっちゃったんですよね。ああこういうことかって、うん、確かに今しかないじゃんって、うん、本当にニサルガだったマハラジじゃないですけど、私はある以上終わりなんですよね。 I am that、うん、でも究極そこなんですよ。じゃあどうすりゃいいのっていうと、まあバカボンパパじゃないですけども、結局これでいいのだですよ。もう完全に諦めればいいんですよね。うん、その自分の感情とかも実は勝手に出てきてるんですよ。私が今こうやって喋ってるのも実は自動で喋ってるんですよね。これ誰でもそうなんですよ。そんな風に思えないかもしれないんですけど。でも本当は勝手に喋ってて。でもね、やっぱこれも面白いんですけど、こうやって、ね、長い間、こう何分か話してると、やっぱ途中から自動で喋ってるって感じがどん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 強くなるんですよね。この間のライブ配信とかもそうだったんですけども。うん、まあ一応考えてるんですよね。で考えてるんですけど、そういう意識なくて、なんか、あ、勝手に喋ってるな、みたいなね。うん、そういうふうに、やっぱね、喋り始めて時間が経つと、なぜかそういうふうに なっちゃうんですよね。まあ、こう、どっかスイッチが入るのか、チャンネルのが変わるのか、まあ、よくわかんないんですけど、さ、うん、まあ、よくわかんないんですけどね。うん、で、ブルース・リーっていうのはね、クリシュナムルティが好きでね、まあ、東洋哲学とか結構勉強してるんですよ、やっぱり。うん。だから、まあ、当然そのカンフーとかそういう武道っていうのも、まあ、日本の武道とかもそうなんですけども、東洋哲学とか、まあ、つながってきますし、精神世界の話にもつながってきますし、まあ、ヨガとかでも全部そうですよね。で、やっぱね、そういった、なんだろうな、武道とかもそうですけど、あと、その芸術関係、の方とか、まあ、あと経営者とかで本当達観されている方っていうのはやっぱり結局ね同じ結論に行き着くんですよ。あ、哲学も精神世界もスピリチュアルも、うん、結局、まあ、言いたいことは一緒なんだな。で、物理学とかその量子論とか、まあ今いろんな学者さんがいろんな研究をして、本当は脳の構造ってどうなんだろう、意識ってどういうことなんだろう。うん。最近なんかだとさ、脳科学者の茂木健一郎さんなんかさ、もう人間に自由意志はないっていう動画がね、もう茂木健一郎さんの自由意志はないっていう動画が出てたりするんですけど、今それぐらいやっぱりその脳科学の視点からも、もう、事実にだんだん近づいてきてるんですよね。うん。で、最初にやっぱ事実をバーンって提示したのが、うん。やっぱね、その宗教だと私は思うんですよ。ただ宗教の本質的メッセージっていうのは、まあこれもよくメンバーで話すんですけども、もうあっという間に人間のエゴによって誤解されて解釈されて、もうおかしな風に改ざんされて、もうわけわからなくなってしまうっていうね。うん。だから宗教関係者にいる方の方が意外となんかその、
なんだろう、意識が眠っている方が多いみたいなね、こういうこと言うと怒られるんですけど、でも事実そうだからしゃあないじゃんってことなんですよね。うん、まあ、私が今もう探求してるのは、まあ、単に趣味と、うん、まあ、あとまあ好きだからってのもあるんですけど、もう昔みたいに、その自分が今苦しいから、この苦しみを逃れるために、その心理探求するんだって気持ちは、まあ、全くありません。だって今全然苦しくないからさ、うん、まあ生きててね、楽しいし、うん、まあかといってね、まあもちろんその風邪ひいたりするときは、辛いなとかいうときもあるんですけども、でもそれも含めて完璧っちゃ完璧なんですよ。もうどうしようもないんだからさ、だから諦めるんですよ。これでいいのだ。うん、楽しいときも苦しいときも常にこれでいいのなんですよ。いいのだ。うん、で、とにかく自分に抵抗しないこと。うん、自分の判断は全部正解なんです。私が選んだ判断、選択というのは全部正解であって、我々というのは一切の誤りを犯すことができないんですよ。うん、人生を間違えるってね、ないんですよ。全部正解だから。うん、だから、本当言うと、どんな人生を生きていても、どんな境遇で暮らしていたとしても、皆さんはそのままでもう OK なんです。本当はね。うん。で、もちろんそうは言われても、これがやりたい、ああしたいとかね、いろんな欲とか、未来に対する期待とかは出てくるでしょ。で、その思いが出てきたら、それも許すんですよ。これでいいのだ。全部 OK なんだ。うん。こんなことを繰り返してくると、だんだんもう起きることは本当全部完璧なんだなってもう嫌でも分かっちゃうし、うん、まああとどんどん直感的になってくると思いますよ。やっぱ直感を邪魔するのはその解釈なんですよね。うん、いろんな後付けの理由なんですよ。これはあのメンバー動画の2個前の動画だったかな。で話したんですけど、まあ仏教の1の矢2の矢とかね、そういう思考のメカニズムがあるんで、まあそういう風になっちゃうってことですけども、30分以上経ったんで、今日はこの辺で終わろうかな。というわけで皆様今日も、最後まで聞いていただきありがとうございました。のりさんでした。